スノーマン渡辺翔太、セクシーゾーン菊池風馬と嘘ン共演で交わした約束とは、モデルプレス2023-06-08、スノーマンの渡辺翔太が、8日に放送されたフジテレビの朝の情報番組、目覚ましテレビ、毎週月金曜朝5時25分からに VTR 出演。セクシーゾーンの菊池風馬と交わした約束を明かした。渡辺翔太、 菊池風磨と交わした約束菊池が主演を務める7月スタートの関テレフジテレビ経過ドラ11ウソコン火曜夜11時からに菊池演じる夏目翔の相棒となるフリーのガーデンデザイナー新藤正樹役として出演する渡辺同作の出演を受けてドキドキと緊張がありましたと話しでも今日クランクインしてちょっと緊張感が少し解けましたねと笑顔を見せたまた プライベートでも菊池と仲がいいという渡辺は、仲がいいからこそ、ちょっと変な感じはすると本音をとろ一方で、撮影の日、終わり時間が一緒だったら俺んち来ないって誘われましたと明かし、行くねって約束しましたと菊池と交わした約束を明かした。